日本放送協会は放送法に基づき設立された日本の公共放送を担う特殊法人。総務省が所管する外閣団体である。放送法に基づく特殊法人として1950年に設立された。設立目的は放送法により公共の福祉のためにあまねく日本全国で受信できるように豊かで。 かつ良い放送番組による国内機関放送を行うと同時に放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い合わせて国際放送及び協会国際衛生放送を行うこととなっている。また同法の規定により1926年に設立された社団法人日本放送協会の業務を継承しているなお 社団法人日本放送協会は1925年に日本で初めて放送業務を開始した社団法人東京放送局、社団法人名古屋放送局、社団法人大阪放送局の業務を統合して設立されたものである。東京都港区にあった主たる事務所を昭和40年代に東京都渋谷区に順次移す。 設立目的を達成するため、国内放送として、周波放送、超短波放送、テレビジョン放送の機関放送を行うことになっており、さらに在外日本人向け国際放送及び、外国人向け国際放送を行うことになっている。放送番組の編集にあたっては、公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は、 事実を曲げないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から、論点を明らかにすることが求められる。公共放送としての事業規模は、英国放送協会などと並び、国内に NHK エンタープライズ、NHK グローバルメディアサービス、NHK 出版など13の連結支会社を持つ。また、 関連会社として、日本国外に NHK コスモメディアアメリカ、NHK コスモメディアヨーロッパが設立されている。1986年には、子会社である、株式会社、NHK エンタープライズを出資母体として、NHK エンタープライズ25%、株式会社電通25%の共同出資による株式会社総合ビジョンを設立した。 しかし、これは、事業の縮小を経て2013年7月1日付で、NHK エンタープライズに吸収合併した。NHK という略称の使用は、社団法人日本放送協会が1939年、夏頃、日位定期文化交換放送の協定案で使用した、ことに遡る。戦前の演唱は、ザブロードキャスティングコーポレーションをブジャパンであった。 1946年3月4日から日本放送協会のサインとして放送で用いられるようになり次第に聴取者の間に広まった1959年4月22日日本放送協会の略称として定管で正式に定められた公共放送であり国内向け放送については視聴者からの受信料を財源とした独立採算性が取られている これは国家が直接運営し国費を財源とする国営放送や広告を放送し広告料収入を主な財源とする民間放送と区別されるものである。しかし国営放送と区別される公共放送といっても事業予算、経営委員任命には国会の総務委員会や本会議での承認が必要であるなど経営、番組編集方針には 国会の意向が間接的に反映される形となっている。総務大臣は国際放送の実施の要請、並びに放送に関する研究を命じることができ、その費用は国が負担することになっている。政治的公平、対立する論点の多角的明確化など法4条が求める放送を行い、受信者と契約することが規定されている。法に定める要件を満たした。 テレビジョン受信設備の設置者から受信契約に基づく受信料を徴収することによって運営されている。このほか受信料収入に比べれば局一部ではあるが国際放送に対する日本国政府からの交付金がある。フランス共和国、アメリカ合衆国、大韓民国、ドイツ連邦共和国などの公共放送では広告収入は認められているが NHK においては、広告を行って、収入を得ることは放送法で禁止されている。しかし、番組宣伝や、公益社団法人 AC ジャパンとの大アップによる、公共広告は、任意で流すことができる。法人税法上の公共法人とされているため、法人税の納税義務が免除されている。ただし、地方税法上では、非課税とされていないため、 法人の道府県民税、市町村民税については、従業員数等に基づく、均等割のみのオフしている。経営計画事業一切は、中期計画である経営計画に基づいて行われる。放送法令での具体的規定はないが、法令に基づく毎年の計画は、この経営計画に基づいて作成される。経営計画では、ネットワーク、 編成、人事、収支その他、経営、事業活動一切について、おおむね3年、ないし5年の単位での目標とすべき事柄を定める。経営計画の意思決定は、以下のようにして決められる。執行部が素案を作成し、経営委員会、与党の意見を仰ぐ。NHK オンラインなどで公表し、視聴者からの意見を募集。 各方面からの意見を集約して修正を加え執行部が最終案を経営委員会に提出。経営委員会が承認した場合に限り最終案が確定。中期経営計画についてはここで最終決定。4の最終案を総務大臣に提出。総務大臣は差し戻しとしない場合意見をつけて衆議院に提出。 衆議院総務委員会で審議。承認される場合は、大抵付帯決議がなされ、本会議へ。衆議院本会議で承認されると、参議院へ送付。参議院総務委員会で審議。ここでも承認される場合に付帯決議がついて、本会議へ。参議院本会議で承認されて、成立。日本放送協会の財務諸表は、 会計検査院の検査を経て国会に提出することとなっており、会計についても会計検査院が検査する。財務内容2019年度現在、現預金を1000億円、国債等の有価証券を3400億円近く保有しており、資産は母家で1.3兆円程度計上されている。負債の大半は、前受受受信料や、 退職引き当て金等の引き当て金になっており、合計で4500億円程度である。そして、母家ベースでの自己資本は9000億円程度である。なお、不動産の多くが母家で計上されており、本社所在地の10万平方メートルに上る、不動産含み益だけでも5000億円近くになり、実質的な自己資本は1兆円を超える。資産の質が高く、 負債の質も高いため、極めて誘導性の高い財務構成となっている。通常の有料と言われる、営利企業と比べた場合でも、財務内容は、極めて健全である。売上高は年々増加しており、赤字を出さない、黒字経営を続けている。また、キャッシュフローは営業キャッシュフローが、毎年1200億円、投資は、 優化証券投資等の非事業性のものに多くが費やされている。2001年度以降の決算、NHK の売上高の推移は赤字を示す。技術開発を国が命じることが可能である。命じた場合の費用は国の予算から支出される。放送技術研究所にはソニーやパナソニックなど民間企業からの出向者も放送技術に関する開発に参加している。 災害対策基本法第2条第5号に定められる指定公共機関に指定されており、同法第6条に基づき防災基本計画の作成等の義務を負うとともに、国や地方公共団体の防災計画に協力する責務を有している。また、気象業務法第15条第6項では、気象庁から気象警報等の通知を受けた場合に、 直ちにその通知事項の放送をしなければならないと法律で義務付けられている。地震、津波関連については緊急地震速報を地域に関係なく放送しており、津波警報発令と同時に緊急警報放送を開始、緊急報道体制に移行している。また、警報発令時に備え、受信機の動作確認のための試験放送を月1回行うほか、 深夜の最終のニュースが終わった後、緊急報道体制の訓練をほぼ毎日実施している。法83条1項に基づいて、広告放送の禁止が規定されており、定五51条にも広告放送の排除が謳われている。一方で、法83条2項では、放送番組編集上必要であって、かつ、 他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者または営業者の氏名または名称等を放送することを妨げるものではないとも規定しており、必ずしも企業名や商標等の放送が一律に禁じられているわけではない。これについて取材、制作の基本姿勢を示した NHK 放送ガイドラインでは、 放送で企業名などを扱う場合に、以下の観点を、放送是非の判断基準として、さらに企業名の出し方や出す回数を工夫するなど、宣伝、広告と受け取られないような配慮を行い、テレビ CM や雑誌のキャッチコピー、流行語などは、安易な使用や連呼に注意することが示されている。つまり、特に消費者を保護する必要がある、または実名を出さないと、 番組の企画意図や伝えるべき内容がまさしく伝わらない場合に限り NHK であっても企業名と商品名を正確に伝えるというのが原則になっている。これらの観点から特に以下の事象についてはそれぞれ個別の取扱いが定められている。かつては放送法83条1項の規定を厳格に適用して番組内で歌唱される楽曲の歌詞から商標などに 相当する号を差し替えた以下のような事例がある。全局規模で組織の見直しを継続して進めているが、国の方針に基づく営業実務の外部、委託拡大により、営業部門の業務重点が顧客管理の大元締めと委託先業者の監督に移行しつつある。このため、市局に設けられていた営業拠点の管理元放送局集約を図っている。 特に北海道では放送局に設けられていた営業部が全廃され、札幌局営業推進部のもと、全道を地域振興局管轄に関わらず4つのエリアに分け、それぞれを担当する営業センターが営業部が行っていた実務を担う体制に再編された。また、広島県の福山市局では放送会館の老朽化に伴い閉鎖。 跡地売却の方針が決められ、支局機能の再編、近隣移転に合わせ、ビンゴ地域を担当していた福山営業室が、廃止され広島局営業推進部直轄に、変更される。同様に、兵庫県の姫路支局でも、放送会館の老朽化により閉鎖が決まり、営業部も張間地域は、神戸放送局、田島地域は、尼崎市の阪神営業センターに変更された。 ここでは、2020年時点で、地域放送局がその地域の民間放送と共同で、キャンペーンや企画を展開した例を記載する。いずれも新型コロナウイルスの感染予防などに関する、ものとなっている。また、愛媛県と高知県においては前述以外でも、共同キャンペーンを実施している。2023年度に、BS2K テレビチャンネル、 2025年度に AM ラジオ放送を一つずつ削減する方針。現在地上波デジタル放送の南市町地域が取り残されたままになっている。NHK ネットラジオラジルラジルは2011年9月1日から、NHK プラスは2020年3月1日から開始。放送法及び日本放送協会定管に基づき最上位に位置するものは、 経営委員会と関西委員会で、その次に会長職が位置する。経営委員会委員長が CEO であり、会長は COO とされるが、経営委員会委員長は非常勤であることに留意。会長一人、副会長一人、専務理事及び理事7人、以上10人以内をもって理事会を構成する。理事会の下に次の組織が置かれる。日本放送協会には、 審議機関として、中央放送番組審議会、地方放送番組審議会、国際放送番組審議会が置かれている。職種別採用を行っており、主に以下の職種に対別される。職員採用形態は、主に、全国移動採用と、エリアフランチャイズ採用の2種類があるが、エリアフランチャイズであっても状況に応じて、エリア外へ、配置転換となる。 次期経営計画では従来のエリアフランチャイズ採用に変わる概念として地域から幅広く人材を集める地域限定採用制度を積極的に導入することを明記した。最長5年を限度として特定局限定で勤務する正職員として採用が行われている。賃金は以下のように公表されている。数字上では 霞ヶ関の観光庁キャリア職員より交代遇であるが5年後をめどに基本給部分を1割削減することが2013年に発表されている。2015年度の職員の平均年収は約1160万円である。2015年の英国放送協会の平均給与は年間4万3000ポンドである。このほか 管理職に準じるマスター級制度があるが、名ばかり、管理職の指摘から、制度廃止が予定されている。公表されている給与は、一般職員については、基本給、ボーナス、世帯給、時間外賃金、地域間調整手当、住宅補助手当、単身赴任手当、育児休職社会保険手当、介護休職社会保険手当、寒冷地手当、 特定日当で加算される。その他、所有する施設には、NHK 放送博物館、NHK 放送文化研究所、NHK 放送技術研究所、千代田放送会館、NHK 京都保養所落風層がある。いずれも、NHK 放送センターの建て替えに伴い、閉鎖となっている。ニュース支部5時料理コーナーの、 収録現場民放局制作のドキュメンタリー作品のうち文化庁芸術祭賞、放送文化基金賞、ギャラクシー賞、日本民間放送連盟賞、日本放送文化大賞、ATP 賞などの受賞作品は民放各社との提携により NHK、教育テレビジョンや NHKBS プレミアムなどの番組枠で放送されることがある。2007年からは 民放も含め、ドキュメンタリー番組の受賞作品が、ザベストテレビとして、NHKBS1 で、毎年放送されている。また、2013年6月29日から、NHKBS プレミアムの、名作時代劇枠では、TBS 系列で放送された、大岡越前第2部を放送したり、 在京民放キー局各社などと共同出資している日本国際放送を通して民放制作のドキュメンタリー番組を国際放送の NHK ワールド TV に供給したり民放が制作した 8K 映像作品を NHKBS8K にて放送したケースもある。テレビアニメでは NHKBS での美少女戦士セーラームーン軽音 E テレでの 日常や、ラブライブ、シリーズなど、民放で放送された作品が、それぞれ放送されたこともある。なお、進撃の巨人に関しては、第一期が、BS プレミアムで放送された後に、新作の放送権が、各民放から移行した。これに際し、一部作品において、前述の放送法83条及び、定五51条に定触する。 広告、宣伝放送に該当する場面の対応は作品によって異なる。タイガーバニーでは劇中のスポンサーロゴをすべて削除して放送しているのに対し、ラブライブ、サンシャインの場合はエンディングクレジットのみの削除にとどめ、本編は編集せずそのまま放送している。番組の再放送は原則として時局のみで行われていたものの一部番組は ケーブルテレビの自主チャンネルや一部の民放局でも放送されていた。2004年からは大河ドラマなど CS 各局への番組再販が開始され、2006年には公述のコンテンツプロバイダー等への番組提供も始まり、本格的な番組再販が行われている。NHK の番組を放送した民放局ほか独立局を中心に、 単発番組が放送されることがある。また放送番組センターを通じて、共用番組の一部が、独立局で放送されることもある。NHK の番組を配信する、コンテンツプロバイダーインターネット上での配信について、下記にまとめる。日経ニューメディアは、ネット上での再放送によって、出演者が得られるわけ前よりも、新たな番組制作によって得られる。 出演料の方が多いため、芸能界から敬遠される傾向があると報じた。アジアにおいて、最大規模の公共放送事業体であり、アジア太平洋放送連合上に理事局である。こうしたことから、特集番組では、アジアの話題を取り上げることも多い。ジャイカ等の要請で発展途上国の放送技術援助に職員を派遣することもある。 放送事業以外では教育番組の国際コンクール、日本賞や NHK アジアフィルムフェスティバルの主催者として日本国外への認知度を広げている。以前から欧米を中心とした海外ドラマの放送が積極的に行われてきた。放送作品の一例として、名探偵ポワロ、大草原の小さな家、ER 緊急救命室、シャーロック・ホームズの冒険。 ビバリーヒルズ青春白書などが挙げられる。1990年代末からは、アジア圏の作品も加わり、韓流の火付け役ともなる、冬のソナタチャングムの誓いなどの韓国のドラマ、北京バイオリンなどの中国のドラマも放送している。デスパレートな妻たち、アグリーベティ、スターウォーズクローンウォーズといった、アメリカ初の人気コンテンツも引き続き多く、放送されている。 日本と違い、日本国外における番組制作は制作会社やスタジオが主導権を持ち、日本国外での販売権も放送局と切り離された代理店が持つことが多いため、テレビ各局との協力関係の強弱は関係ない。個別の代理店からのセールスや反権を持つ制作会社の日本法人による提案販売もあれば、カンヌや香港、 サンタモニカで開かれる国際的な映画、放送コンテンツの見本市での商談で購入することも、ある。ちなみに、日本も、NHK だけでなく、民放や映画会社が、コンテンツやフォーマットのライセンス販売を行っている。衛星放送のチャンネル像から、民放だけでなく、ワウワウや BS 各局、CS チャンネルとの間で、コンテンツの獲得競争が激しくなっている。 1990年には国際メディアコーポレーションが設立され NHK への買い付けを行っているが市場価格を乱しているという批判がある。このほか、プラネットアースや海といった自然科学系のドキュメンタリーでは国際共同制作として各放送局が資金を出し合い素材の共有で番組を作り上げることがある。自然、サイエンス系では 世界的な撮影技術を持つイギリス BBC やナショナルジオグラフィックと協力することが多い。またレギュラー番組に購入作品を組み込むこともあり、過去の生き物地球機構などではタイトルはそのままで番組は購入番組ということもよく見られ、フィルムと VTR の映像が混在することも普通であった。このか自然科学以外のジャンルのドキュメンタリー番組を 放送する BS 世界のドキュメンタリーと題したレギュラー枠がある。アメリカ ABC との共同取材、映像の正規という事例もある。アメリカの CNN や ABC、イギリス BBC、ドイツ ZDF、ARD、フランス f に中国 CCTV、韓国 KBS などニュース素材交換の提携しており、BS1 の番組では、 各局のニュースを同時通訳で放送している。CS 等で視聴できる外国のニュース専門チャンネルを除けば BS1 は海外のテレビ報道をデイリーで通訳付きで視聴できる日本で唯一のチャンネルである。アメリカ同時多発テロ事件やアメリカ合衆国大統領選挙といった日本国外の重要ニュースがある場合 BS1 では 海外放送局の映像を通訳付きで放送している。1990年代には ABC テレビの深夜ニュース番組で記者がアジア関連の経済ニュースを伝えるコーナーがあった。このほか PBS ニュースアワーといったニュース番組を放送している。内部組織については以下のような問題点が内外から指摘され組織改革が進められている。過去には 民営化や国営化計画も浮上した。人事制度の抜本見直し従来、ほとんどの職員が入局時の職種を全うしていた。しかしそのことにより、それぞれの職域でセクショナリズムが抜古し、組織全体の風通しが良いとは言えなかった。2009年度からの3カ年中期計画において、このセクショナリズムを打破するため、 人事制度が以下のように抜本的に改められた。2011年に会長となった松本正幸は旧国鉄 JR 東海時代、ロームの鬼として恐れられていたが、そのことが会長指名の理由ともなっていた。国会で職員給与の高さが問題とされたこともあり、2013年2月12日、基本給1割カット。 給与水準の一部地域別化、手当見直し、管理職等用に試験導入などの人事、制度見直し方針を決め、経営委員会と労働組合に示し、同年4月4日におおむね労使合意に至っている。役職定年制度人事制度には、役職定年制度がある。これは、一定以上のポストに就いた場合、54から57歳で、 その役職としての定年を迎えるというものである。その後は地位を維持したまま食卓職となるほか、転籍した上で NHK エンタープライズや NHK 出版、NHK テクニカルサービスなど関連団体へ甘くることが多い。最長で65歳まで務めることができるが、60歳以降については一般の食卓職扱いとなり、 ポストも変わるケースが大半である。アナウンサーの場合は、57歳が役職定年にあたり、この年齢に達するとアナウンスの一線を退くことになる。宮本隆二のように定年で退職する者や、松平忠七のように定年後も、 食卓として勤務を続けた者、三宅民夫のように食卓での定年を超えてもなお、シニアスタッフや日本語センターに転籍してアナウンサーの活動を続ける者もいる。法令の改正により60歳が事実上の定年となっている。この制度は子会社整理と絡み、次期経営計画で見直しの対象となっている。 企業年金と巨額欠損退職者向けの企業年金制度を運営しており、勤務年月などで異なるものの平均月12万円とされている。しかし2006年度に年金積立必要額算定のための利率を従来4.5%としていたものを2007年度では、市場実勢に合わせた2.5%に引き下げたところ積立不足は、 前年度比2.4倍の2700億円に及び、さらに2008年度では約3300億円に増大、同時点での積立額約3000億円を超える事態にまで発展している。この問題に対して15年計画で消却を進めているが、関係筋によると2007年度に約100億円、2008年度には約120億円が、 放送受信料収入から補填されているという。また、労働組合側には確定拠出型年金への移行か、確定給付型の維持を条件に、現役職員への給付額を引き下げる意向を示したが、職員側からは、なぜ OB の優雅な生活のために、現役の職員たちが付けを払わされなければならないのか、との不満の声も上がった。 関連組織への天下り NHK エンタープライズを、はじめとして、子会社、公益法人、関連会社が存在する。そのいくつかは、営利活動が禁止されている本体のため、営利活動を行う、抜け道として、営利活動を行っているとして批判もある上に、本体を退職した元社員の天下り先となっているという指摘もある。予算や人事をはじめとして、 国会承認事項があり、国会の総務委員会や予算委員会等で国会議員から質問されることもある。このように政治が国会を通して影響を与えうる構造があることから、政治との関わりが否定的に取り上げられることがある。吉田茂を茶化すなどの風刺で人気を集めていた日曜娯楽版が日本の独立回復直後に打ち切りとなったことへの 政治的な背景が憶測された。ただし武田徹は、同番組の放送作家、三木鳥郎が、政治風刺に飽きたことが、打ち切りの原因として、政治的な影響を否定している。1976年、会長であった、小野義郎が、ロッキード事件で逮捕され保釈中だった、田中角栄を見舞ったことは、小野を隕石自認に追い込むスキャンダルに発展した。 2004年に週刊現代が職員の中に国会議員や閣僚経験者の指定が少なくないことを報じている。2008年の9月に行われた自民党総裁選関連の話題を連日に長時間報道したため総裁選報道が長すぎるといった抗議が多数寄せられた。その中で意図を尋ねるため電話してきた女性に対し 視聴者コールセンターの対応責任者が、はいはいはい、わからないんですか。自民党の PR ですよと発言していたことが明らかになった。イギリスの日刊紙、タイムズは2014年10月17日付の記事において、編集の独立性を放棄していると批判的に報じた。同志が入手した内部文書によると、英語版担当記者らは最も論争の対象と、 なっているいくつかのテーマを報道するのに際して、安倍晋三政権の政治的立場を反映したフレーズを用いるよう指導されており、また、南京事件、従軍慰安婦、中国との領土問題への言及を禁止されているという。会長、もみの政府との癒着発言元会長、もみ今里は、2017年1月19日に行われた任期中最後の記者会見において、 政府との癒着関係の一つや二つはあるという趣旨の発言をした。軍用地所有に2009年5月、東京、赤坂のアメリカ軍基地、赤坂プレスセンターの敷地の一部を保有し、40年以上も国に対し沈着してきたことが判明した。歴史的経緯によるものとされるが、報道機関、さらには NHK そのものの中立性との整合性の面で、 論議となった。原発問題2012年11月28日、クローズアップ現代、ジャパンプレミアムを解消せよ、密着 LNG 獲得交渉に対する出演を、日本エネルギー経済研究所顧問の重視ともに、依頼。事前の打ち合わせにおいて、LNG 調達方法の多様化 LNG、代替手段の確保のために、 原発再稼働や石炭火力の活用制度改革で発電市場の競争の促進の3点を指摘したところ番組に出演するには意見を変えていただくことになる原発ゼロを前提にどう価格を引き下げるかを趣旨にしているとディレクターが主張チーフプロデューサーがその後総選挙前であり放送の構成 中立を考慮したと釈明したものの、中立に対する説明がないまま出演ができなくなった。その後、2014年1月30日放送のラジオ第一ラジオ朝一番では、コーナー出演の予定だった、外務省元主席事務官で、東洋大学教授の中北徹が脱原発の立場での事前原稿の変更を要求され、出演を取りやめた。 担当者から前日に送った原稿について、投票行動に影響を与える可能性があるのでやめてほしいと言われ、これに対し中北は特定の人を応援しているわけではないと回答。さらに、原発ゼロでも経済成長が実現できるとの表現を変更することを提案したが、局のラジオセンター長から選挙が終わったらゆっくり語ってくださいと言われ出演を見送った。 これについて、毎日新聞は社説を出して、これは NHK の過剰反応だろう。反対の考え方を詳しく紹介するなど、番組内でバランスを取る工夫はいろいろとできると、論じた。天皇のお言葉2013年12月23日、天皇昭人80歳の誕生日にあたり、発表されたお言葉を一部編集した上で放送した。 この件に関して憲法改正議論を進める安倍政権に配慮し憲法に関する部分を恣意的に削除して放送したとの批判を受けた。1973年朝日新聞記者の本田勝一は NHK 受信料拒否の論理を発表し視聴者が視聴するかしないかを問わずに一方的に料金を先払いで徴収すること無責任な組織体質 無責任などを指摘した上で公共放送としての改善には受信料拒否という方法があると主張した。2000年代以降、相次ぐ NHK の不祥事で受信料の不払いが増加していることから今後の受信料のあり方について国会や与党、野党、総務省などで議論されている。他方、2006年に NHK は受信料未払い問題に対して 簡易裁判所に対する支払い督促の申し立てを行っており、未契約者に対しても民事訴訟をできるだけ速やかに実施すると発表した。受信料をめぐる訴訟放送法によって広告放送で収入を得ることが禁じられているが、特定企業を宣伝しているかのような内容の番組が放送されているとの批判がある。その代表格であったプロジェクト X。 挑戦者たちでは2004年に開催したイベントプロジェクト X21 で番組で取り上げた企業に資料の提供と協賛金を要請したと報じられた。このほか、土曜ドラマハゲタカを東方と映画化して展開するインターネットでの有料配信 NHK オンデマンドを始めるなど受信料外収入以外にも収入があることが明らかになっている。なお、 フランス、イギリス、アメリカ合衆国、韓国、ドイツなどの日本国外の公共放送では、広告収入は認められている。建設した放送に必要な送信設備を民放に軽い負担で使用させており、これにより批判が大々的にできないという。サッカー W 杯やオリンピックなどのスポーツ中継において、放映権料の負担分の一部を放送せず、 民法に譲り渡し、批判をしないように牽制しているという。2001年、読売新聞から、読売ジャイアンツ戦5試合分の放送権を、日本テレビでは4億円のところを8億円で、購入した。読売1000万部を敵に回さないための、組織防衛の金だという。2004年9月、当時の海老沢勝次会長が、国会に参考人招致された際、 中村哲司が、もはや NHK が、芸能番組を放送する意味はない。巨額のお金が動く番組を作るから、こういう不祥事が発生するのではと問いただしたが、録画中継において、全カットされ、海老沢が呼ばれた、総務委員会を生中継せず、不利な質問をすべてカットしたものを深夜に放送した。放送体制が、民業圧迫となっていると懸念する。 民放の反発も招いてきた。なお、既存民放番組に対抗姿勢を打ち出した番組を制作することもある。受信料で成り立っており、視聴率に左右されないテレビ局を歌っているが、NHK も民放と同様、あるいはそれ以上に視聴率を意識していると、見解が示されているか、またはそれを前提とした報道、評論がされている例も多い。また、 かつて NHK の気象情報に出演していた気象予報士でタレントの中来さえはチャンネルを変えられないようにとの指示が出ていたと証言している。2009年札幌市の写真家が撮影した風車の写真を無断でニュースに使用したとして写真家から著作権侵害の賠償を求めての訴訟を起こされた初公判は2010年に開かれた局員ではないが 先続契約していたキャスターを取り上げる。ありがとうございます。